体も心も休まるよ、休まるだし、やっぱりおいしいね。はい、皆さんこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は休まるだし公式アンバサダーの私穴澤雄介が、じやん、こちら休まるだし贅沢ローストだし、これを使ってですね、めちゃめちゃ美味しいオリジナルレシピ、舞茸に舞茸チャーハンをご紹介したいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、まずは材料をご紹介します。ざっくり2人分になりますね。はい、まずはこちらご飯です。今日は雑穀米用意してますけれども、白ご飯でも玄米でも大丈夫です。約お茶碗2000分ご用意してください。そして舞茸、こちら主役ですね。主役の舞茸ちゃんはですね、こちらの今日は細かく手で裂いてますけど、ハサミでチョキチョキしても大丈夫ですし、細かくね、裂いてください。まあ、手で裂いた方がね、美味しさは増すかもしれませんね。はい、味が馴染みやすくなりますからね。そしてそしてこちらベーコンです。ベーコンは150g、お好みの大きさに切ってくださいね。今日はちょっと大きめに、ぶつ切りしてあります。そして、はい、こちらは休まるだし贅沢ローストだしをですね、1パックご用意してください。そしてそしてこちらオリーブオイルでございますね。はい、オリーブオイルも適当に、こちらもお好みで。そしてホワイトペッパー、こちらもお好みで。それだけでできちゃうのって思いますよね。休まるだししっかり味が出ますから、これだけで大丈夫なんですよ。それでは調理開始。はい、ではですね、フライパンにオリーブオイルを入れて今熱しております。だいたい中火ぐらいかな、中火から強火ぐらいですかね。はい、そしてベーコンを炒めていきます。ちょっと残ってる、もったいない、もったいない、全部入った入った入った、ベーコン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 炒めちゃうよ、もうベコンベコンに炒めちゃうよ。よし、にゃ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 、このベーコンを炒めてる時のこの香りがたまりませんね。これがね、このまま食べちゃいたい感じ。それじゃチャーハンならないかね。にゃ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 、さあどうよ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 、もう舞茸入れちゃう、もう入れちゃう、まだ早いかな。舞茸舞茸、そろそろ入れよっかな、どうしようかな、入れちゃおっか、舞茸舞茸。じゃあ本日の主役舞茸、舞茸ちゃん行ってみましょう。ちょっと早いかな、行っちゃおうか。よし、おいやー、舞茸、まあどうよ舞茸、おいしょ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 、はい、入って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 ください。よし、よいしょ、もう秋が香ってますよ。いい香りがしてきました。舞茸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 、これはもう舞茸でしょう。よし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 、ふい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 、ね、ちょっとまだかな、もうちょっとしんなりさせましょうね。しんなりしんなり、さあ、じゃあよし、さあ、そしたらそしたら、ちょっと待ってね、ここでですよ、じゃんね、今日の味の決め手ですよ、休まるだしの
ケータス、ローストだし、おお、結構、結構ビリついちゃった。ここでね、半分ぐらい、大体半分ぐらい振りかけましょう。こう簡単にね、ピリピリピリと切れますから。よいしょ、よいしょ、よいしょ。半分ぐらい投入して、よっ。そして混ぜ合わせましょう。おお、ほら、贅沢に香ってますよ、だしが。ね。はい。味が贅沢に変わってきました。あ、もうだいぶしんなりしてきたな、舞茸ね。でもちょっとこの味の決め手のロースだしをもうちょっと混ぜ合わせて味をなじませたいですから、よしよし、 OK OK かな。どうしようかな、ご飯入れちゃう、もう入れちゃう、入れちゃうか、入れちゃいましょうかね、ねんねん。じゃあご飯投入。ちょっとこのご飯の量の割にフライパンがちっちゃいな気がするんだけど大丈夫かな。よし、私アナちゃんはね、普段はね、結構チャーハン系は中華鍋を実は使うんですね。ここはね、私ほら全盲です、全盲ですよ、ね、中華鍋の方が、ね、扱いやすいんだな。こぼれにくいし混ぜ合わせやすいからね。よし、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 よし。さあ、チュチュチュ、チャーハンになっていきますよ。じゃあ、パンチャー、パンチャー、パンチャー、美味しくなって、美味しくなって。よっ、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 よっ。これがね、もう、安丸だしのね。この出汁の味ももちろん、そしてキノコからもね、お出汁が出ますから、もう旨味成分たっぷりですよ。旨味しかないむしろね。でも結構ベーコンの油とね、よーし、よーし、でね、ある程度炒まったら、ね、ここでね、さっきもったいつけて半分残しましたでしょ、だしをね。この残っただしをね、加えていきます。ね、こうするとほら、追いガツオじゃないけど、追いやすまるですよ。ね、香りがまた、だしの香りがまた、後からふわーっとね、より引き立ちますから。はい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 。はいはい、いいよ。あー、残ってもったいない。よし、 OK。 よし、じゃあ残りの安丸だしを加えてさらに炒めていきます。そして、そしてここで最後にホワイトペッパーを加えますよ。ホワイトペッパー、もうちょっとかな、もうちょっとパッチかな。でももういいかな。だいぶ炒まってきたから、加えとっか。ホワイトペッパーね。ホワイトペッパー、ペッパー。はい、はい、はい。ペッパー、ケーブルですよ。はい、はい、はい、はい。はい、ホワイトペッパー入りました。ペッパー、ケーブル入りました。よっ、よっ、よっ。にゃ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 、ああ。また。一層この香りにパンチが加わって、もうこのままフライパンのまま食べたいって食べちゃいたいくらいですね、これね。いい香りがします。よし、よし、よし、だいぶいいんじゃない。さあ、味ムラがないかな、味ムラが。よし、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 オッケー。では
けて実食に行きましょう。舞茸に舞茸チャーハンの完成です。舞茸に舞茸チャーハンです。いただきます。いや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 、私ね、実を言うとね、舞茸すんごい好きなんですよ。まあ好きなもの、いや嫌いなもの基本的にないんで、好きなものもいっぱいなんですけどね。おいしいね。これは、ちょっとね、美味しすぎ。いやー、たまりませんね、これね。もちろんね、この舞茸の旨味成分、ベーコンの旨味成分あるんですけど、このやつまるだしの贅沢ロースだしがいい塩梅に効いてますね。だって皆さんね、よく考えてみてください。お醤油も使ってないし、お塩も使ってないんですよ。もう贅沢ローストだしの味だけね。まあ胡椒は使ったけどね。これはね、便利すぎますよね、このだしね。あ、そうそう、今日はね、僕あんまり美味しいから忘れてたんだけど、まあ途中これお好みでね、味変で、今日は柚子ね、これをちょっと付け合わせも含めてちょっと絞って、これお好みでね、例えばこれからの時期だとカボスとかね、なんだろう、すだちとかでもいいと思います。あ、そうするとまた、いい香りになりますね。またこれか。これはこれでまた爽やかさが増してね、いい感じ。舞茸ね、もうキノコの中で好きな、キノコの中でトップ3には絶対入るな。もこもこね、舞茸好きなんですけど、またこのチャーハンいいですね。ぜひ皆さんも試してみてくださいね。でね、今日は説明欄の方にね、お得なキャンペーン情報も載せてます。こんなに美味しくて便利なんだったら私も買ってみたいわってね、思ったあなた、ぜひね、説明欄の方にお得に購入できるキャンペーン情報を載せてますので、ぜひ皆さんもやつまるだしをぜひお買い求めいただいて、舞茸チャーハンで参っちゃってくださいね。でもって、このやつまるだし何がいいってね、添加物の類が一切入ってないんですよ。だから美味しい上に安心安全。
ごちそうさまでした。ということで、ぜひ皆さんもナスマルだしのデータクローストだしを使ってマイタケにマイタケチャーハンを作ってみてください。チャンネル登録やいいねボタンもよろしく。アーナちゃんでした。